おごめん、大分の高千代親方です。今回はアイドルハロープロジェクトから椿ファクトリー朝倉キキちゃん2枚目の写真集海の見える街、こちらの感想そして紹介を行います。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まず、朝倉キキちゃんの紹介、まあ、プロフィールですが、こちらにつきましては、昨年2020年のですね、9月の、バースデーイベントの動画にてですね、プロフィール、紹介しておりますので、恐れ入りますが、詳細はそちらをご参照ください。まあですね、けど、まあ現状、まあ引き続きですね、まだ椿ファクトリーの中では、一番推しですし、またあの髪がこう伸びてですね、こう、ちょっと大人っぽさもまた出ている、このね、朝倉キキちゃん。ね、もうこう、最近はインターネットサイン会などを見て、やっぱりこうね、もう正直可愛いっていうのがまあ一言で来ますね。そして近いうちのこの間ですね、最近は北川りょうちゃんとね、モーニング娘。と一緒にモーニングコーヒーをね、一緒に歌っている動画も上がってます。本当初期のモーニング娘。のようなこう、純粋さ、素朴さのある、こうね、高い可愛い声っていうのがですね、特徴です。まずぜひですね、朝倉キキちゃんに注目をしてください。それでは本題、写真集。海の見える街の紹介です。今年のですね、2021年4月26日に発売されました。ね、風呂の日ですし、まあ、3日後がですね、椿ファクトリー結成日ということでございます。ね、もう椿のですね、エースである朝倉キキちゃんの2枚目の写真集です。1枚目の写真集、朝倉キキですね、こちらも、去年買いまして、紹介動画上げておりますので、よろしければご覧ください。で、今回のですね、まず写真集テーマはですね、いつの間にか綺麗になっていた女性に成長していた幼馴染ということですね。これまあ、なんていうか、キキちゃんも大人っぽさというか髪もちょっと伸びてですね、大人っぽさも出てきてますし、ね、まあけどあどけなさま残る、まあこう、二十歳になっての作品でございます。まあこれ、ざっと私こう見ていってですね、思ったのが、大滝詠一さんの、君は天然色ですね、天然色かですね、なんかそんな爽やかなイメージを受けました。ね、ほんと美少女という感じのですね、キキちゃんがこう見られるなっていうので、これ結構見てたら、ほんとうっとりしますね。前回のファースト写真集、まあ、制服姿とか水着もいろいろあったんですけれども、今回結構こう、ワンピースとかがですね、多い感じでございます。ロケ地が、広島県の尾道市です。もう坂の町と海の町で有名ですね。もう人気観光地でございます。なんかもう、まあ、実は私まだ行ったことはないんですけれども、いろんな、例えば、ゴリバラ見聞録というですね、まあ、九州でやっている旅番組でもね、この間、この尾道行ってましたけども、まあ、ブラタモリも確か行ってたはずなんですけれども、このね、坂と、ね、こう、家が立ち並んで、そして海が広がる。この海は、その、尾道というね、風景、景色だけでもなんか一冊、こう、立派な素敵なこう写真集ができるような、こう、魅力的なこう土地だなというふうに私はね、感じております。実際にキキちゃんもこの尾道が本当に気に入ったそうでしてですね、こう楽しい撮影だったということですね。まあ今コロナの関係でね、旅行できませんけれども、これね、まあオタクのね、ならもうね、同じ思いでしょうけども、ね、今回の写真集のね、ロケ地、聖地巡礼もいつかね、したいなというふうに思っております。そしてですね、まあこの海の見える街というタイトル、まあ多分いろんな意味がある、んでしょうけども、ね、朝倉キキちゃんもこう全部写真集読んでいただければ、この、ね、タイトルの意味がわかりますよってブログに昔書いてました。まあこれちょっと確実な情報ではないんですが、まあ私が思うのがまあ二つ。一つがですね、このロケ地であります、尾道。この場所ですね。多分これが正解じゃないかなと思うんですけれども、坂の町でずっと海が見えている、ね、本当に素敵な空間というところ、そこで撮られた一冊という意味で、海の見える街と付けられたんではないでしょうか。またはですね、キキちゃん、朝倉キキ。こういう由来はですね、魔女の宅急便、ジブリ映画ですね、から名前の主人公キキちゃんから撮ってまして、ちょうどこの海の見える街っていうか、魔女の宅急便ね、挿入歌で、
あの、てれん、てれん、てってん、てんてんてんって今 BGM でも実は今流してるんですが、この曲が海の見える街という、テーマソングでございます。まあ、それとも多分これもね、兼ねてると思います。まあ、余談ですけど、今回そのね、ワニブックスから、応募して、先ほど届いたんですけれども、ですね、これが宅急便さんですね、それこそ、黒猫大和さんですね。と、宅急便で届いたので、商標登録も問題ないです。ね、まさに宅急便関係で、という単なるネタでございました。でですね、こちらまあ、ただ、海の見える街って、本当個人的な話ですと、私にとっては、まず、ディーンを思い浮かびますね。ディーンの海の見える街というね、いいバラードがございます。君がいない夏のですね、名探偵コナンの主題歌の、カップリング曲でございますので、まあ、いつか聴く機会があったら、聴いてください。これも本当にいい青春の、こう、二人のね、この街からね、頑張っていこうね、世界が見えると思ってたっていう、そういう風な歌でございます。それではですね、今回、じゃあ実際写真集を、まあ、私、バッと眺めまして、本当に今回、まずね、ハロプロの写真集、よくあるあるで、天気がどうなってるかなんですけれども、天気はね、非常に良いです。晴れになってますね。これ結構今、ざっとね、見ながらやってますけれども、見どころは私は3つ、個人的な見どころございます。最初がですね、こちら。みかん畑のシーンなんですね。みかん畑にこのワンピースこう着てて、しかもこれ結構背中がね、開いてる。意外と大胆な、服装なんですけれども、これね、ほんと、まあ、今回その、まあ、君は天然色とかに絡まるとかね、いろいろ美少女な感じっていう雰囲気を醸し出す一つが、この瀬戸内のですね、気候とか風景というのもこう、相まってるのかなと。こうね、ちょっと海があって、ちょっと霧も立っていて、そしてこうみかんとかですね、爽やかな。で、どっか懐かしさを感じる。そんな、雰囲気があって、ね、そんな中に大胆なワンピースを着てます。茶色っぽいですね。余談ですけど、この格好でみかん畑行ったら怪我しないか心配ですね。昔私、仕事でですね、研修で、大分にあるカボスという、まあ、柑橘類ですね、緑色とか黄色になっている酸っぱい食べ物の、作業体験行ったんですけれども、カボスはですね、とにかく、すんごい鋭いトゲ、3、4センチではない、すんごい太くてごっつい、針があって、トゲがあって、私何回か刺すと、すんごい痛い思いがありました。軍手をしてても刺さるので、今回のね、このド派手な衣装、大丈夫だったかなと、まあそういう真面目な話はどうでもいいんですけど、いや、ほんとね、これ、可愛いですね。ちゅうか、畑でこんなにセクシーになるのかということと、なんかこれ、お花ですね。お花をね、髪飾りとか耳に飾ってて、いやー、かわいい。そして結構攻めた衣装ですね。背中がこう開いたワンピースって言ったら、個人的には谷本アンビーのですね、イメージがありますけども、まあ一つがみかん畑でのワンピース姿。次にですね、黒い水着。これね、実はハロプロではポイントなんですね。まあこれ実際はモーニング娘。でこうある伝統的な話らしいんですけれども、メンバー二十歳になったら黒い水着を着るという、まあ、通過儀礼ですね。イニシエーションみたいなものがあるんですけれども、今回ね、着てますね。天気もまあいいですし、ね、細いですね。紐のビキニでございます。これね、もう本当長らく写真集ね、買われている方はですね、この黒水が来るともう、ね、いよいよ大人になるんだなっていうところをね、感じるとね、思います。で、最後三つ目ですけれども、これ最後の方になるんですけれども、白いワンピース、ちょっとこうシースルーな感じで、そしてこうみかんを手に持っている風景があるんですね。これがね、まあ、一つがですね、椿っぽい衣装ですね。白でこう、ワンピース上に、ちょっと透けてるシースルーがあって、なんかこう、一瞬映り方次第では、例えば、ね、リーダーのリコリコ、山岸リコちゃん。そういう目では見てませんよ。とかですね、小野瑞穂ちゃんですね。そして、新沼空ちゃんみたいな感じで、ほんとなんか、まず椿らしさを感じます。そして、瀬戸内らしさ。ね、みかんを持って。
ほんと爽やかな、こう、朝日が夕日に照らされているところのね、シーン。これね、落ち着いた感じ。これね、ほんとうっとりしますね。非常にまあ爽やかな感じをします。ですね。まあなんか写真集の雰囲気としては私の中ではほんと爽やか、素朴、ね、君は天然色、天然色ですかね。そんな感じなイメージです。で、キキちゃんのまあプロポーションですけれどもね、まあ小柄なんですけれどもね、ほんとにまだ細いですね。あのファースト写真集の時でも5年引き締まってましたけどもね、ほんとキキちゃんの細い体、腕とかほんと細いですよ。で、あと個人的にですね、まあ私実はそのお腹とかおへそが実はフェチなんですけれども、まあ、写真集だから買ってるっていうのは実はあります。で、キキちゃんのね、このね、細いね、引き締まったお腹、そしてね、おへそがね、実は大好きなんですよね。なんかこう、そういうなんかこう魅惑的なところですね、っていうのもこう楽しめますし、まあ最初この尾道のですね、このタイトルとか、なんていうか表紙とか見たところはですね、こうワンピース姿でこうね、こうなんていうか、まあいわゆる布面積もね、広いのかなと思ってたんですけど、結構ね、あの水着姿もあってとか、先ほどのみかん畑でのね、ド派手な、ワンピースなど結構攻めた、まあ、あの背中がパックリ開いたですね、見えた水着もございますし、なんか昔の泉真紀子さんの5ミニの CM みたいな感じでですね、非常にあのセクシーさもあって、そして可愛らしさもあって、やはりこんで、そしてあのなんていうか、今回の、まあ、テーマでもありますけど、ノスタルジー、懐かしさっていうところもですね、感じる。なんかこう、ね、キキちゃんの、なんていうか、ね、自体もそうですし、この尾道という場所がやはり非常にいい場所だなというふうに思いました。ね、よくあの沖縄とかでこう爽やかでね、活発というイメージもありますけれども、本当に落ち着いた、この尾道という雰囲気もいいですね。ですからもう、ね、よくある、まあ、私も紹介してますけど、ね、このハロメンというのは10代から20代にかけてですね、少女からこう大人になっていく段階ですけれども、ね、キキちゃんもこの大人っぽさが出てきていますが、まあ個人的には全体的にまだあどけない美少女のような、ね、可愛らしさがある。それが一つ魅力かなというふうに思っております。ね、本当良い。これ結構ね、いい。まあいろんな写真集見てますけど、今回は特にね、当たりかなというふうに思っております。のでぜひですね、あの海の見える街、今ちらっとですね、ネットショッピング見るとですね、現地です、在庫まだ46冊もあるそうですしね、豊富にありますので、ぜひね、可愛い朝倉キキちゃん、そして心惹かれる尾道の姿をご覧いただければということでおすすめいたします。ね、ぜひね。目の保養にもなりますので、ぜひご購入ください。ということで以上ですね、今回、椿ファクトリー朝倉キキちゃん写真集海の見える街のご紹介感想でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければですね、この動画とか朝倉キキちゃんいいなと思えば、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。結構ね、これかなり励みになります。そしてですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ですね、ハロプロの話題、この一つ前がですね、あのモーニング女学院というモーニング娘の、動画で私の名前が呼ばれた、投稿と名前が呼ばれましたってことに続いてね、いるようにですね、ハロプロの話題出してまいりますし、今月末はですね、また椿ファクトリーの新しいアルバムセカンドステップ、ね、発売されます。それも私も予約してサイン付きがと、ね、届く予定です。ですので椿のですね、話題5月中もう一つ多分あの感想動画上げられる、ね、予定でございます。まあそれ以外にも何かあればですね、あのハロプロの話題も積極的にブログ動画紹介してまいりますので、どうかあのこれからも交流よろしくお願いいたします。それではまた。今日も推しのために働く。